休み前の梅雨の季節ってちょっと憂鬱。高田くんは変わらず明るいね。だって夏休みの予定表とか予定立ててるだけで楽しいし、もはや夏休みは始まってるって感じ。そうだ、西村さんは水着どんなの着たいの？いきなり何？だって夏休みだもん、プールは外せないよね。水着の話は本編をお楽しみに。予告アニメでネタバレしちゃダメだもん。ちょっとくらい教えてくれてもいいじゃん。僕楽しみすぎてちょっと寝られないかも。そこまで言うんだったら、あのね、あ、本当？はあ！聞いちゃったらもっと楽しみになってきちゃった。